理解は難しいけど大事、タイで知っておきたいニックネーム。皆さんこんにちは。タイ在住者による日本とタイ観光チャンネルです。今回はタイ人の間で使われるニックネームについてお話ししていきます。タイ人のニックネームは日本とは全く違ってとても重要なのです。日本では単に愛称の一つで、ニックネームがない人も普通にいます。しかしタイ人は通常個人の本名とは全く異なるニックネームを持っており、このニックネームは家族や友人、同僚、学校、社会的な場面で広く使用されているのです。日本なら親や周囲が子供を愛情を込めながら簡単に呼ぶときに使い始め、それがその後もずっと続いていることがあります。あるいは学校などでついて、それが続くこともあります。タイではそもそも親が子供の名前に良い運を引き寄せるようにという思いで、難しい単語を組み合わせて名付けることが多くあります。そして名前が長くなる傾向があるのです。思いを込めすぎて長くなった象徴みたいなものが万国です。少しだけ話を脱線させますが、タイの首都バンコク、多くのタイ人はクルンテープ、あるいはクルーンテープマハーナコーンと呼ぶことが多く、バンコクと呼ぶのは割と対外的な表現なのです。本名が長くなる話ですが、バンコクの正式名称はこちらです。クルンテープ、マハナコン、コモアナカナカシン、マヒンダライデテア、マハディロック、ポック、マパラット、ダーツラニエブリロム、ウドムラーチェニライトマハサタン、コモンプマン、バータンサティット、サッカガッティアリサナカムクラシット。話を戻して、思いがこもった名前は長いので、ニックネームの登場です。タイのニックネームは、一般的にその人の雰囲気、特性、生まれた日、親からの期待などに関連する意味を持っています。例えば、ナムは水を意味し、水に関連する特性を持つ人によく使われます。また、スックは幸せを意味し、幸福を象徴する名前として選ばれることがあります。ナムやスックは地名でもよく聞きますね。ところがタイ語だけではなく、英語も多くニックネームになっています。例えば、メイ、ニュー、ノート、ドリームなど。日常ではニックネームだけが使われ、家族や同僚はもちろんのこと、学校で先生が生徒を呼ぶときでもニックネームです。職場で上司を呼ぶときでも、敬語をつけながらニックネームなのです。正式には敬語というよりも、例えば相手が年長者ならピューをつけます。相手が年上の上司で、ニックネームがメイなら、ピーメイです。逆に年下ならノーンですが、実際は単にニックネームで呼ぶのが普通です。タイの公式文書や法的な書類では本名が使用されますが、職場や日常の会話ではニックネームしか出てこないのです。タイのニックネームは人間関係の基本中の基本です。重要な役割を果たしており、タイ社会の中でコミュニケーションを築く際にとても大切なのです。観光でも使えますので、日本的な堅苦しい本名ではなく、ニックネームで呼んでちょうだいが簡単で距離も縮まります。もしタイ移住をしたいのなら、もはや必須です。もしニックネームがないのなら、これを機会に自分で作ってみましょう。新しいタイ社会での生活が楽しくなるように、祈りを込めて。ちなみに、家の周囲のタイ人、全員を知っていますか？誰の本名も知りませんし、周囲の人も当方の本名を知りません。そもそもお互い、名乗ったことさえありません。ほんと、タイ社会は面白いと思います。いかがでしたか？日本とタイ、観光チャンネルでは、日本とタイの様々な情報と、ディープな観光地を紹介しています。ぜひ、チャンネル登録の上、たくさんの情報に触れてみてください。また、タイに関する質問などがありましたら、お気軽にコメントください。今後とも、このチャンネルをよろしくお願いします。